ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン1、第15節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。いよいよ試合開始です。オフサイドの網にはかからない。中へ上げた。フール。ヘッド。狙いすぎたようです。おっと、ここからシュート。よくしのいだ。さあセットプレー、何をやってくるのか。エミール・ムペンザデブート。ワンツー。デサイ、オーウェン、主審ファールを取りました。ここは集中どころでしょう。スローインです。最後のところで崩せない。10分過ぎました。スローインです。華麗なドリブル。オフェルマルス、攻撃を組み立てます。いいパスだ。さあこのまま攻め上がれるか。ワーレル、ファンニステルロー、シュート。ちゃんと狙って打ってほしい。モリエントス。さあどちらがボールを支配するのか。ワンツービルモッツ、ワーレル、突如としてトップスピードに乗ります。ワンツー、シュート。あー失敗。がっくし。とほほ。ボールが宙をさまよう。繋がればチャンス。オーウェン、ファンニステルロー。ゴール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 。決まった。さあもう一度見てみましょう。ファンニステルロー、押し出しが素早いです。これはピンチ。ジャッキー・ピーターズ。これはコーナーキック。さあセットプレー、何をやってくるのか。
スローインです。エミール・ムペン中へ放り込む。オフェル・マルス、ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。いいボールが出た。シュート、エミール・ムペンザ、いっけいっけ、ドリブル、走り込んできた。シュート、ゴール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 、アンビリバブルゴール。攻撃の手を全く緩めません。さあもう一度見てみ、華麗なドリブル、これはゴールキック、キックミスでしょう。ヘッド、デサイ、ギルモッツ、ギブン、オフサイドはない。オーウェン狙ってきた。デフリーガー、にー危険なタックル、デブーク、エミール・ムペンザ、デサイ、オーウェン、スローイン、ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は2対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ後半戦が始まります。ヘッドでエミール・ムペンザ、さあここからボールを攻める、コーナーキックになります。さあチャンス到来、空中戦、コーナーキックです。ワード、ここで折り返す。モリエンテス、ミドルシュート、デフリーガー、シュート、ボールを下げます。エリオット、前が空いた、ナイスファイト。さあスローインです。デフランド、フォルネンダー、おっと旗が上がった。ディフェンスラインの統率が取れてますね。ハルハエレン、アルメイド、
15分。ワーレン、バンペイン、インターセプトを狙うデサイ、フェルヘイエン、スペースができている。さあここからどう攻める。森入った、ゴール、ブリリアントゴール。得点は3対0。さあもう一度見てみましょう。森エンテス、体を入れてきます。中へ上げる、全く枠には飛んでいません。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。繋がればチャンス、危険なタックル。ギルモッツ、これはイエローカードを取られました。少しレイトタックルでしたね。フォルネンダー、これはオフサイドでしょう。ん、微妙でしたね今の。デフリーガー、激しい攻防、ドリブル、ボールを囲んでいきます。バセッジは、いいパスが出た。モリエントス、キーパーに阻まれました。攻撃を組み立てます。スペースを使う、ヘッドでつなぐ。おっと、ファールを取られました。バセッジ、エミール・ムペンザ、ガンガンプレスをかけます。シュート、コーナーです。さあチャンス到来、バンペイン、おっと、オフサイド。ちょっと飛び出しが早かったですね。デブーク、ジャンプ、これは危険だ。エミール・ペンザ、ピレス、バセッジはヘッドでつないで、エミール・ムペンザ、アルメイダ、ジャッキー・ピータース、バセッジをキーパーこぼした。ピレス、デフリーガー、コーナーキックです。さあチャンス到来、なんてアートな。得点は4対0。さあもう一度見てみます。ふわっと上げる、危ない、
ギルマッツ。シュート。ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。圧倒的な強さを見せつけました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。そうですね、3点目以降集中力が切れてしまったようですね。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。